皆さんこんにちは、フクロウです。今回は本日からベータ版が始まった隔離用の門おぼろという MMORPG をプレイしていきたいと思います。でこちらのゲームですね、今の感じでマップ移動がね非常にスムーズな感じとなっております。でこれがね、まあ、ボスみたいなものです。で戦闘画面はですね、基本的に通常攻撃はオートでねやってくれるというシステムになっています。ただ重要な局面でのスキルの発動はユーザーが行うというね戦闘システムをとっています。こちらのゲーム、パーティーがですね12人編成でメインが4ということになってるんで、それだけの数のねキャラを集めなければなりません。でそのためにねガチャを回すんですが、まあ、10連で石3000個という形になっています。で、まあ、300MB ダウンロードしてもらってチュートリアルが終わるとねこんな感じでガチャを回せるようになっていると。で今ですねベータ版をやっていて、概要欄からねまあストアに行けばオープンベータテストなんでこれ今参加できるようになっています。なので気になる方はねダウンロードしてもらえればというふうに思います。まあ、引き継ぎとかリリース日とかはね、そこのブログに書いておくんで、確認してもらえればいいかなと思います。あとね、最高レアは激レアで 3% ということも分かっていますが、私はね、出ませんでしたね。